こんにちは、ケルトの笛の畑尾です。ケルトの笛についてお話をする畑尾の笛トーク、今回はアイリッシュフルートやティンホイッスルの継ぎ目のケアについてお話をします。今度反対にですね、きつすぎる場合なんですね。コルクが水を吸うと膨らみますので、きつくてこのつないであるものが取れなくなってしまうということが起こり得ます。例えば長時間演奏した後で水分をどんどん、コルクが水分をどんどん吸って膨らんでしまった時、演奏後に楽器を分解することができなくなってしまいます。でその時はですね、無理やりこうねじって取ろうとせずに、しばらくですねこのまま放置しておくことによって、コルクがまたしぼんでいって外すことができるようになるかと思います。で、そのようなきつくなりがちなコルクの場合はですね、こちらのこれ、スライドグリスなんですけれども、おそらく金管楽器用として売られているものだと思いますが、潤滑油として木製品にも使うことができます。でこれはですね、ヴィンセント・バッハというところの、チューリングスライドグリスというふうにして販売されている割と高級なものです。これを、コルクに直接塗って指で伸ばして、そしてこのように部品をつなぐことによって、かなりこう滑りが良くなります。あるいはですね、リコーダー用のグリスなんかでもいいかと思います。でこの、グリスはですね、金属製品にも使うことが可能ですので、ローホイッスル、ティンホイッスルなどでヘッドがきつくて動きにくいっていう場合は、このグリスを使ってみてください。そしてですね、このグリスを塗ってもなお、もうあまりにもきついという場合はですね、コルクをヤスリで削って少しこう薄くすることで改善ができます。この場合はですね、紙ヤスリを使うんですけれども、いろいろな目の粗さのものを用意して、粗いものから順番に使っていきます。であまりに粗いものはコルクがボロボロになってしまうので、まあ、そのあたりを加減して使ってみてください。その際ですが、フルートのこの木部にヤスリが当たって傷がつかないようにですね、何かしらテープなどでフルートを巻いて木部を保護しながら作業をしてください。でこの時は紙ヤスリをこのぐらいの細長い形にちぎって、でこういうふうにですね、コルクを全体的に削っていきます。で洗い物から順番に次どんどん細かくしていって、最後は滑らかになるように仕上げます。そしてこうフィッティングを試しながらですね、というのもコルクを削りすぎてしまうと今度緩くてスポスポ抜けるようになってしまうので、ちょうど良いきつさになるように削っていってください。最後にですね、アイリッシュフルートなどで特に古い伝統的なモデルではコルクではなくて糸巻きを採用していることがあります。バグパイプなんかは現在でもコルクではなくてこの糸を使うことが多いんですけれども、この糸というのはですね、ロウ引き糸といって、ヘンプ、麻の糸にロウを塗ったものなんですね。でこのなぜロウを塗ってやるかというと、こう重ねていくときにですね、ロウ同士がくっついてほどけなくなるという特徴があるんですね。でこちらはスコットランドのバグパイプ工房から買いましたけれども、ロウ引き糸、おそらく日本でも手に入るかと思います。でこのロウ引き糸がなければ木綿糸でもいいんですけれども、まあ、とにかくですね、一回このコルクなり糸なりを完全に剥がした後で、丁寧に丁寧にこうぐちゃぐちゃにならないようにですね、一層ずつ一層ずつこう巻いて、糸を巻いていきます。で最後はですね、こう糸のこの先があるわけですけれども、その先を出しておくと便利な面もあるんですね。というのは、糸っていうのは水を吸ってやっぱり膨らみますので、膨らんだ場合にこうすごくきつくなりますから、糸をちょっとこう解くことできつさを調節することができます。緩くすることができます。あるいは巻き足すことできつくすることができますので、糸を止めずに垂らしておくっていう奏者もいますね。ですけれども、やっぱりこう見た目にも悪いですし、その垂らした糸からどんどんほどけていくという問題もありえますので、止めたいときはですね、こう糸を巻いた後で上から蜜ろう、ビーズワックスを柔らかくした状態で適量こう上からこう擦りつけることで、糸同士が接着してほどけにくくなります。糸巻きは結構便利でですね、先ほど話したように状況に応じてきつさ、緩さを調節することができますし、糸がこうどんどん摩耗していくんですけれども、それで緩くなった時に上からまた糸を足すことで簡単に補修することができるので結構便利です。ただしもう一つ危険性もありまして、糸というのはですね、非常にこう硬い繊維なので、水分を吸った時にですね、どんどんこう傷
木の部分を締め付けていくんですね。あるいはこう繋いだ時にですね、この外側にある方の木を膨張することによってどん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 こう内側から押していくわけです。それによってこの内側にある方の木とか外側にある方の木を割ってしまうという原因になりがちですので、糸を使う方はですね、きつくしすぎないようにぜひ気をつけて使ってください。あとですね、こういったロービキ糸の他にデンタルフロスですね、歯間掃除に使うデンタルフロスを使うという方もいます。デンタルフロスは化学繊維なので水分を弾く、吸わないという性質がありますので、水分を吸っても膨張しないという利点があります。ただデンタルフロス同士はくっつかないので、またこう蜜ろうをつけてもあまり接着できないので、ちょっと使い勝手が悪い面もあります。このあたりも考慮して検討してみてください。今回は金属製のホイッスルや木製のフルートの継ぎ目のケアについてお話をしました。この番組ではティンホイッスルやアイリッシュフルート、バグパイプといった楽器についてたくさんのお話をしていきますので、次の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。